皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回はダッフィーフレンズのコーデを紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回はディズニーシーに行く時のダッフィー、シェリーメ、ステラルー、ジェラトーヌの4個のコーデを紹介していきたいと思います。で、今回は4つのコーデをやっていくんですけど、他にもハワイのオルとか、あのカメのやつです。あと香港にいるクッキーとかもあるんですけど、今回は東京のディズニーシーに行く時の4個のコーデをやっていきたいと思います。今回紹介するコーデは私なりに考えたコーデなので、ステラルーちゃんっぽくないとかあると思うんですけど、ぜひね、最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは早速紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、まず最初のコーデはこんな感じです。今大きいシェリーメイちゃんを持っているんですけど、実際に行くときはもう一サイズ小さいシェリーメイちゃんを持っていきます。で、コーデはこんな感じです。コーデはこんな感じで、全体的にシェリーメイちゃんはピンクっていう感じなのでピンクにしてみました。で、上はケイトスペードで買った、今年流行っているらしいんですけど、ペプラムのキャミソールを着ています。で、その上に白い T シャツを着ています。下はギャップで買ったワイドパンツを履いています。長いパンツなんですけど、春とか秋にも着られます。柄はこんな感じで、ピンクと白の薄いボーダーのパンツになっていて、全体的にピンクなんですけど、あんまりピンクになりすぎないし、上が無地なので下は柄にしてみました。では一周します。はい、シェリーメイちゃんのコーデはこんな感じです。それでは次。はい、次はダッフィーです。ダッフィーのコーデはこんな感じです。このコーデは全身ケイトスペードで、ダッフィーはベージュって感じなのでベージュのスカートを履いています。で、上はちょっと夏っぽくしたいなと思ったので、花柄の半袖の T シャツを合わせてみました。冬だったら全身ベージュとかの方が可愛いと思います。あと今流行りのワントーンコーデとかになるのでいいと思います。では一周します。はい、ダッフィーのコーデはこんな感じです。サロペットみたいになっているここの紐が結構気に入っています。で、これはつけなくても普通にスカートとしても履いても可愛いんですけど、こっちの方がダッフィーみたいになって可愛いんじゃないかなと思います。はい、ダッフィーのコーデはこんな感じです。それでは次。はい、次のコーデはジェラトーニです。ジェラトーニのコーデも全身ケイトスペードなんですけど、今回はね、ちょっとケイトスペードの服が多くなっています。で、これはワンピースに見えるんですけど、セットアップになっていて、キュロットなので C でもすごく動きやすいのでいいと思います。オフショルダーになっていて、暑い夏でもすごく涼しく着られるのでいいと思います。これは今出してきてるんですけど、インしてきても可愛いと思います。では一周します。はい、ジェラトーニのコーデはこんな感じです。花柄で、花柄なのですごく夏っぽくなっています。はい、ジェラトーニのコーデはこんな感じです。それでは次。はい、最後のステラルーちゃんのコーデはこんな感じです。ステラルーちゃんは紫とピンクっていう感じのイメージなんですけど、紫の服を持っていないので、ピンクと薄いピンクのボーダーのワンピースで合わせてみました。そして今回は靴までは見せれなかったんですけど、ステラルーちゃんのコーデをするときはバレーシューズみたいな靴で行くといいと思います。で、靴は紫のを持っているので、紫のスニーカーとかと合わせても可愛いと思います。で、ステラルーちゃんは紫とピンクっていう感じのイメージなので、普通に全部ピンクの服じゃなくて、こういう薄いピンクと濃いピンクの服で行ったらいいと思います。ここではミミソルっていうブランドのワンピースで、あんまり知られていないんですけど、その中にハーフスリーブの T シャツを合わせています。では一周します。はい、ステラルーちゃんのコーデはこんな感じです。ちなみに4つの全部のコーデを紹介したんですけど、これにコインケースをつけて行ったらいいと思います。で、これも春から夏にぴったりなコーデになっています。はい、ステラルーちゃんのコーデはこんな感じです。それではバイバーイ。
はい、ということで今回はダッフィーフレンズの4コーデを紹介しました。今回紹介したコーデが少しでも皆さんの参考になったら嬉しいです。で、機会があったら私もダッフィーフレンズのコーデをしてディズニーシーに行こうと思っています。実際に行くときはカチューシャをして行った方が絶対に可愛いと思います。で、ダッフィーのコーデとかって景色とかも合っていてすごく映えるのでいいと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。また機会があったら他のディズニーのコーデとかも紹介したいなと思います。他にもね、ミニーちゃんとか101匹ワンちゃんとか、あとブーのコーデとか、ほのぼのちゃんがやっていた全身ピンクでハムのコーデとかもやってみたいと思っています。他にもね、これ可愛いよとかいうコーデがあったらぜひね、コメント欄で教えてください。それでは皆さん、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。